試合サバイバルウォーゲーム30分一本勝負、三田選手と下田選手に来ていただきました。前場の先輩後輩対決、生き残りをかけた対決と見られていますが、お気持ちいかがでしょうか。全然先輩と後輩というのは意識してません。もう全然先輩でもないですから、今日は前場と FM の違いを見せて、全然緊張してないんですよ。それは向こうの FM に魅力がないっていうんだと思うんですけど、本当緊張してないんでこのまま行きます。はい、頼もしいお言葉で、コンバット豊田選手と工藤めぐみ選手に対してメッセージを。かかってくるなこっちもガンガン行くんでこっちが勝つ、それだけです。ありがとうございました。それから FMW の2人と戦うのは5年ぶりになるんですか。っていうかもう全然あの人たちがいたことすら忘れてたっていうか、だから別に特別そんなね当たったっていう意識もないし、初めて当たるのと一緒じゃないですか。ラスカチョーラスとしてどんな試合がしたいですか今日は。まあね、コンバット豊田と工藤めぐみには本当悪いと思うんですけど、やっぱり自分たちが前場にいるっていうのをお客さん、今日来たお客さんだけじゃなくてもみんなに分かってもらえればそれでいいんじゃないんですか。ありがとうございました。期待してます。青コーナー FMW のお二方に来ていただきました。工藤選手、横浜では残念ながら山田豊田組に敗れたわけですが、今日はその山田豊田組の同期である三田と下田との対決ですが、いかがですか。前回は FMW のプロレスっていうのがあまりできなかったんで、今回はFMW のプロレスっていうのを強く出していきたいと思います。はい、その FMW のプロレスについて何かメッセージはございますか。もうリングの上で見てください。はい、それではコンバット選手、前場の後輩になるわけですが、三田と下田について率直な気持ちをお聞かせください。率直な気持ち、別に相手にないと思います。たった2人だけでの大阪大会参加ですが、FMW 魂を見せてもらえますか。そうですね、この分っていうかこの前の分出せなかった分、今日思いっきり出したいと思います。はい、期待してます。下田、見た、覚悟しとけよ。青コーナーより FMW コンバットトヨタ工藤めぐみ組の入場です。出てくださいよ。赤コーナーより全日本女子プロレス下田美馬三田悦子組の入場です。第4試合サバイバルウォーゲーム30分一本勝負を行います。青コーナー FMW200 バンドコンバットトヨタイ140バンド工藤めぐみ、全日本女子プロレス140バンド下田めぐみ、同じく170バンド三田悦子組、矢沢。さあいきなりスタート、下田突っかけていった場外
となりました。試合開始です。さあいきなり、はい、サバイバルゲーム試合を始まってしまいました。この試合のゲストは先ほど見事な試合をやってくれました長谷川幸選手に来ていただきます。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。まだ興奮冷めやらないんじゃないですか長谷川選手。と不動恵美が番人から合体攻撃。今日は本当にあの試合ごとにゲストが変わるので、ね、非常にあの放送席豪華なんですけど、選手は前にあの FMW マットで、対戦してますので、そうですね、はい、そういうことから選ばれたと思いますけど、いけ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 、特に FM の相手だとなんか燃えるじゃないですかと言ってきます。どうですか、今日は素晴らしい試合できたんですか、ご自身。いや、あまりわかんない。やった後に膝がガクッとしてきたんで、あまり覚えてないですけど、素晴らしい試合でしたよね、大将。そうですね、確かに長谷川選手としてはここは喋るよりも応援したいという気分でしょうけど、ちょっとやっぱりここはこれはこれで仕事してください。しかさん、これは因縁の対決というか、前所の先輩後輩対決。そうですね、過去どうなんですかね、長谷川選手なんか聞いてます、前に戦ったことがあるかどうかっていうか。いや、全然聞いてないですけど、でももう先輩後輩とか関係ないと思う、今は当然関係ないでしょうね。それに試合数とかで言ったら、多分下田さんとか三田さんとかの方が多いと思うし、当然多いでしょうね、途中ブランクもあったんで、頑張ってほしいですけど、キャリア的には一度なんで、多少当然同じ一緒になってる時期があると思うんで、まあ、やってると思うんですけどね。体の大きさが全然違うから負けられないですよね、あれは。そうですね、だからコンバットが出た時は三田選手が相手したのがなんか、そうですね、そういう作戦、向こうはそういう作戦考えてたんですかね、逆にだから、すみません、行きました、頑張ってください、頑張れ。さあ、三田と交代、さあ、おっと、目つぶしからすごい、顔面かきむしり、全然気遅れないですね。そうですね、いいですね。まあ、ウエイトではやっぱ違うんですけど、上背は三田選手の方が上ですし、そんなになんか上回ってしないと思いますよ、気迫もね、上回るものがあるし、さあボディスターズをコンバットが加えて、黙ってられないって感じでしょう、どうでしょう。まだ離さない、よし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 、足を取りに行ってダブルの2位クラッシャー、クラウドです。
そうなります。あ、ちょっとこれは簡単に逃げられちゃいますね。あまりに体重差というか、そうですね。さあ、工藤に立ち、これちょっと面白いですよ。そうですね、この顔合わせは、長谷川選手、工藤選手は元前者の出身で、はい、まあ、2人ともそうですけど、どんな印象あります、今最近見ると。別に自分たちが入った時はもういなかったんで。あ、いなかった全然わからないんですけど、でも一応この前者出身の選手として見るとなんかどうなんだろうな。どうなんでしょう対戦してみたいというのはありますか。直接当たってないんで、あまり感じるものがあるかもしれないけど、いやでも、あの元同期だったアジア選手とかとやってみたら面白いじゃないですか。そうですね、それが実現できるかどうか。うるせえぞ、もうなんだよ。あ、これ挑発してますね、相手のパワーがコーナーに行って。見てろ、三田選手もよくやるんですよ、ね、そんだけに見せつけられて頭を下げてね。さあ、逆に三田選手はこれコンパクト持ち上げたら面白いですよ。すごいですけどね、そしたらすごいですね。したらアタック、そのぐらいのシーンを見せてほしい気がしますけど、行きます、行きます。さすがに、あそこからいつも回転させるんですね。伊藤君と似てますね。大変だ。いや本当に工藤選手はね、上手いレッサーになりました。そうですね。最後まで、最後までね、手を離さないと良かったですね。後頭部強いんですよ。もう一回、カドロップ。なんかすごく思いがね、こもってますよ、一つの段に。この段から、待つ。浅かったか、今は。その前の二つは良かったですね。なんか、執念がこもってたと思うんですね。さあ、今度は、三田が。担ぎ上げて。でも、昔よりも全然回ってましたよね。そうそう、引き目なしで回ってますよね、スピードとかですし。もっと回してもよかったね。20回転ぐらい。よし、よし、よし。ボタンを上げていきまして、アタック18番。伊藤選手とやることが似てるのかな。そうですね、割と似てますね。そしてこのままちょっと最終段から、さあダリューリストの、おっと、
10分経過。ちょっと島田選手、あのカッコになりすぎちゃうところが、そうですね、豊田が、いい連携です。空中で受け止めて、さあコンバット上段ドロップキック出ました。コンバット上段のドロップキック、これすごいんですけど、ちょっと当たりが今浅かったよ。そうですね、もう一発ですか。もう一発いくか。いわゆるドデッパラを狙ってるんですよね。そうですね、引きそうですね。ドロップでしょ。ドロップキックという技に、ね、こだわりを持ってるんですよ。この体重であれだけ飛ぶと思うので。でも朝選手も飛びますよ。そうですね、息が上がるんですよね。この先ずを見たい気がしますね。さあ2人がかりで、さあ日本でした。ちょっと持ち上げてほしいですね、全員。そうですね、持ち上げてほしいです。さあ、持ち上げるか。持ち上げた。入った。いやー、ファイルダイバー。ワン、ツー。もうちょっと。っていうのもあったんですが。場外です。トップロープに乗っかってそこから行ったんですね。これ結構難度が高いところが難しいですよ。さあ今度はコンバットを2人がかりで、さあこれは何を狙ったんですか。うわー、行きますか。ちょっと重いですよ。ちょっと三田選手の方が浮かんでるところでしたね。そうですね、おっと、あーツー。でもいい表情見せてますよ。そうですね、今日はさあ下田美和にタッチ、もう一回いくか。ダメージは大きかったね。そうですね、今日はカット。おっと下田投げるか。それで、少し上段から、いいフォロー、チームドッグをやっておいてから飛んだ。貫通。下田がロープに飛ばして、おっと、バックドロップ。フォローが板を抑えに行って場外で、コンバットがまたも放送席に。
ていうか。そうですね。でもそれが本人たちのやり方だったら、もう変えられないと思うし、自分も自分のやり方変えられないのと同じなんで、まあしょうがないんじゃないんですかね。場内ではコンバットが選手やってんの、最大のピンチですね。そうですね。今度は戦場の攻撃、パッと壊した。思ったよりいい試合になってるんじゃないですか。この対決。あとはあのね、無意識に動いてたかもしれないですけど、あの時点で1回としてましたね。ちょっと心配ですね。試合後のダメージが心配ですね。大丈夫でしょうかね。首を一回ちょっとあれからも多分受け身が取れなかったんじゃないですかね。全部が頭いっちゃって大丈夫ですかね。最後のは素晴らしかったですね。あの久保選手がカットに行って場外でカットしてる隙に、あの流れっていうか、あの集中力がすごかったですね。フィニッシュまでの思ったらいい試合だったと思います。そうですね、合体技がなんか新しいのがあったと思うんですけど、マルセンチンで久保選手が水に出ていたのか。はい、あれは対抗戦を見てると、バックブリーカーからのネックブリーカーっていう技とか、あとアームボンバーとかそういう技が、見かけが一緒なのが多いんで、半回転をひねり、一回転ひねりを加えたんですけども、その方が普通にやるよりも威力があるかなと思って、やっぱしほとんどみんな同じ技が固まってきちゃうんで、少しでも変えようと思って一回転して落としてるんですけども、自分もね負けてたまるかっていう風にね盛り上がって、自分が盛り上がってきたんでね、そういうところでは良かったなと思うし、あんまり考えてないんで分かんないです。今日はお互いに相手がどうのこうのよりも
とにかくもう自分たちのプロレスっていうのはすごくしたかったんで、もう本当に自分たちのプロレスをすることだけをずっと考えてたんで。